こんにちは。今日は一人住み出しを作ります。一人住み出しと言ってもわからない方が多いと思いますが、これが住み壺です。住み壺は一人の方が持って、もう一人で糸を張ってきます。二人作業になります。それを一人でやろうとしています。こんなことですね。試作を作りました。いろいろと問題があるので、これの作り替えです。板目の良い、素性の良い板を用意しました。これは米松です。70ミリにカットします。はい。これからの積み出しが非常に難しいです。
こんな感じに切れましたね。ここでさらに炭を下ろします。一人炭出しの完成です。